エルデンリング DLC ストーリートレーラーを見た？いやー来たね、すごかったね。みんな見た？まあ、見たよね、見たよな、絶対見たよな、見たと思うんだよ。見た体で話してるからなこれ、うん、先に出ましたね。はい、エルデンリングの輪っかですございました。とりあえずメッセージ読んでっから、まずは一休み、そして勇気万歳、ありがとう。君もかい。いや実はね、その前のまあその公式トレーラーですよね。頑張れよ。ところで勇気はまさか、お待たせ。公式トレーラーの時に、まああのなんていうんですか、あのファーストなんてなんていうの、なんだ日本語が出てこねえや。あ、そう初回反応動画みたいなの撮ったんですよ。撮りまあそのと見ながらどういうリアクションをするかという。ああ高すぎるよ、前回も言ってたなこれ。初回反応動画みたいなのを撮ろうかなと思ったんですよ、今回も。ストーリートレーラーで。したらですね、ちょっとトラブルに見舞われまして、この先洞窟があるぞ。ところでまずはやめておけ。この洞窟が何のこと言ってるのかわかんないんだ。多分下ネタ。ちょっと危機トラブルに会いまして、この先睡眠が必要だ。つまり、癒しの時間だ。膝枕ってこと？ちょっと別芸で申し訳ない。おそらく勇気。だからこそ、おう。違うだろう、これ。鍛冶屋の親父。そうそう、別芸でね、申し訳ないんですけど、浪人っていうゲームを最近やってて、そこでですね、なんか NPC の小ネタをよくやってるんですよ。後ろ？うん？こっちはなんだ？覚悟はできたか。何をしに来てんだ？待て、君は円卓に何をしに来てんだ？で、よくそのゲームでですね、僕、エコーの機能を使うんですよ。実況であえてね、ちょっとエコーを使うシーンがありまして、いくつか。頑張れよ。画合ですね。うちのエルデンリング界、細マッチョ画合。で、そのエコーがですね、ちょっとですね、その機械がちょっと、まあ、古いんですよ、もうこれ。かなり。で、アナログなんですよ。スイッチをポチッと押すとエコーが入るっていう、すごいアナログの機械を使ってるんですね、僕。で、勇気はまだか。ありがとう。その機能がですね、たまにおかしくなるんですよね。何かっていうと、エコーが勝手に入ったままになるっていう。ええ、もう実況者としてはね、致命傷ですよね。たまにあるんですよ、本当に。で、その時はどうするかっていうと、PC を再起動すると治るんですよ。おそらく勇気、ありがとう。で、それに見舞われまして、それで、実はちょっと、ストーリートレーラーの、まあ初回反応動画を撮り始めてしまって、そのバグが起きてることにも気づかず、第一声目からエコーが入って、ちょ、テンパってしまう動画になってしまったんですよ。まあ、それ後で、いや、後ろの方でちょっとだけ流すわ。うん。だから、上げるのやめたっていう。はい。っていうね、そんなユニークなメッセージがたくさんある、グループ合言葉 YNS というものを作ってます。PS5、PS4、あと PC。PC はちょっと今ね、休止中なんですけど、やってますんで、あと1ヶ月後の DLC でね、めちゃくちゃ盛り上がると思うんで、よかったら気になる方入ってください。はい、というわけでね、まだ今回も神秘99のままです。はい、神秘99なら、ニーフラ使ってるかダメだよね。ニーヒルどっちだっけ、ニーヒルとニーフラどっちだっけ。ニーヒル使ってかなきゃダメだよね、やっぱね。神秘99ならこんな威力です。もうやばいよこれ。もう災害だよ、災害、ほら、もうなんか台風とかさ、そういう系だよ、血の台風。もうやばい、もう敵とかどうでもよくなってるもん。まあこんぐらい威力が強いと。これを使っていきます。はい、まあこれやっぱ使わなきゃダメだよね、やっぱね、これはね。君主の時間だ、しかしかわいそうなやつとはね。え、ということで今日はですね、前回ラダーンを倒したので、ある意味まあもうこの武器、ぶっちゃけ関係ないんですけど、僕の鬼門であるケイリットの真珠と行きます。
いや、みんなどうだった？あれ見て、トレーラー。なんかいろいろさ、思うところあったよね。まあ、まずさ、ミケラちゃんがさ、お肉の中からさ、なんかそうめんみたいなの引っ張り出してじゃん、金色の。あれは何だったんだろうね、あれね。誰かの髪の毛なのかな、あれね。自分の髪の毛が挟まっちゃってたのかな。あ、ごめん。ごめん。もしエルデンリングを、考察として見る人とかいたら、うちの動画に関しては全く、参考にならないから。うん。逆にみんな考察書いてくんね。うん。むしろみんなの見て俺が勉強するから。うん。そういう動画だから。あれ、どっち行くんだっけ、これ。ね。毎回忘れるな、これ3週目なんだけど。PC 版も来たんだけどな。こっちだっけ？こっちだった気がするな。ここジャンプでしょ？こっちだな。え、こっちだっけ？まあ、いやいや。でさ、で、空に掲げてさ、そうめんをファッサーしてる映像あったよね。違うのかい？こっち！あれはおそらくなんだけど、多分、乾燥じゃないかな、やっぱね。うん。やっぱほら、麺、として仕上げるにはやっぱ乾燥しないと。はい。ねえ、ボスまで行きたいですね、せめてね。ボスまで行けば、ニーフラ！ニーヒルなのかニーフラなのか思い出せない。これ評価つけちゃった。右を目指すだって、すごいね、401。さすがですね、YNS。右を目指せと。ありがとう。これ、お馬さんぴょんぴょんちんかな。はいはい、行きますよ。待って！めっちゃメッセージ出てきてんだけど、今になって。この先アイテムがあるぞ。嘘あったか？待って待って！ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。クソったれが。ダメんな！クソガキが。上！どっちだ？アイテムの方行けばいいのか。アイテムなんかあったか？この先雑魚に注意しろ。ありがとう。よいしょ。あ、ほんとだ。え、俺さっきこれ。ニーフラー。ニーフラー。ニーヒル、ニーフラー。どっちだっけ？思い出せない、未だに。多分この動画が終わる頃までに思い出せない。間違いないんだ。いつもそうだ。まあ、冗談抜きにしてあれ誰かの髪の毛なんだろうね。で、髪の毛から、ミケラの木が、大樹が、始まって、で、それで、シャドウ・オブ・ザ・エルデツリー軍と、メスメルが率いてる、やっぱダメなんだよ。なんか今俺のあれ、ほらほら、もうおかしくなっちゃってるでしょ、頭が。IQがめっちゃ下がってるでしょ。今俺、もうやなんだけど、ここ。本当にこれ右なのか。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとね。もうやめる、ここ。だから考察みたいな喋り方したいでしょ、今ね。ね。今頭使って。で、途端ですよ。もう IQ が3ぐらいだったでしょ、今。もうダメなんですよ。だから俺そういうの向いてないから。そういう実況スタイルじゃないんですよ、そもそも。そもそもね。え、なんだっけ？これどっちなのこれ。いや、こっちでよくね？こっちでいいよ、こっちで。そういうの抜いてないんですよ。でもまあ一つ分かったのは、獅子舞舞とメスメルは敵対してんだなっていうのが分かりましたね。獅子舞舞とメスメルが戦うシーンがあった。戦いそうなシーンね。獅子舞舞とメルメルスは、多分敵対同士で、で、新しい NPC たちが、ミケラちゃんの、それを追ってると。あ、これついたんじゃね？おいおいおい、ついちゃったよ。すげえな、俺。マジで。やっぱ考察やめた途端だからね。やっぱ、向いてないんやっぱり。向いてないんよ。これ確かこっちが上じゃなかったっけ？こっちが上だったよね。で、下が、ステージだよね。下行こうぜ。ニーフラを最後に、ここの、真珠島のボスに決めて、終わりにしよう。あ、ここか。脳筋すぎん。
だったよね。でもすごかったね、映像がね。めちゃめちゃ楽しみだったわ。漠然とした言い方で申し訳ないんだけどさ、まあ、多分100人実況者がいたら100人言いそうなことなんだけど、めちゃめちゃ楽しみだわ。まあだからさ、みんなのさ、まあ、考察を教えてくれよ。あれを見てどう感じたか、どう思ったか、これはこうなんじゃないですかねみたいなのさ、みんなあるんだろ、いやあるだろ、いやあるんだよ。よくよく考えてみな。あるだろ、ある程度聞いてるからな、こっち。ある程度聞いちゃってるからさ、こっちはもうさ。勇気、そして勇気、ありがとう。あれ、これさっきいた人かな、違うかな。オープニングにいた人は服装が違うか。取りに行きましたよ。勇気をご承諾あれ。割らんとな。割ると出てくるんだろう、どうせ。君たちは割ると飛び出してくるんだ、君たちは。指とはな、尻を捧げようか。え、ちょっと待てよ。この人さ、さっきさ、え、さっき、あれじゃないの、フィアちゃんとこにいた人じゃないの。とりあえず取っとくわ。いらねえっちゃいらねえんだけど、これ。別に。勇気だと思うだろう。指とはな。いや、俺とは思わないだろう、これどう見たって。めっちゃ嫌な予感する、これ。ああ、黄金樹、よかった。お、黄金樹見えてんの？ほんとだ！すごいね、これは。これはいい景色だね。まあ、あれがね、DLC と繋がっていくからよ。みんな楽しみにしててな。DLC。楽しみにしててくれな。ちゃんと、バッチリ答えていくからさ、DLC も。いや、俺の動画の話じゃないぞ。DLC そのものの話をしてるからな。楽しみにしててくれよ、みんな。DLC な。100% 期待に応えるからさ。俺が作ってるわけじゃないんだけど。まあ正直、俺クラスだと、まああの VTR を見たら、まあ大体分かっちゃったから、あえて言わないから、もう分かったよ。これなんか横にいなかったっけ？いるんだよ、これ多分。多分いる程度やるから。ニーヒル？ニーフラ！もしくはニーヒル、これでいいや。ニーヒルもしくはニーフラ。はたまたニーヒルでいいや。そうしたらもうあれだもん。どっちも言ってるから。間違いないだろ。どっちかが間違えて、どっちかが合ってた場合でも、どっちも合ってるってことだからな。ここは確か、あ、もうね、俺さすがに驚かんよ。これ確かね、ドッキリ橋なんだよ、これ。これドッキリ橋落ちないってあれできる説ないのかな。あれ？これ落ちんじゃなかったっけ？あれ？落ちないのか、これ。あ、これ落ちない橋だ。こっちが落ちんのかな？え、ちょっと待って。あ、こっちから行くのか。ん？これ、あ、あれ？落ちなくなった？これ、もしかして。落ちないパターンもあんのかな？あ！ちょっと、ちょっと。夜中の3時ですよ、今。やばいですよ。まあ、きっとしてマジ勘弁して。勇気の時間だ。ありがとう。今日最後に入れとくから。俺のそのなんかちょっともう、ああ、失敗した VTR で、ボツにするべきだった VTR。いや、まあ、ボツなんだけど、あれ。ボツにするべきじゃなくて、ボツなんだけど。え、何これ、どうやって乗ったのこれ。あ、扉の上か。なるほどな。扉開けてからじゃなきゃ見れねえやつか。憎いことしてくれんじゃねえか、YNS。なかなかな。しかし、メッセージがどんどん増えていくな。なんか、一回消えたと思ったら出てくるな。地下を目指せ。わかってるよ。おいしょ、もう驚かんよ。そう、こんなんじゃ。こんなしょうもない。こんなしょうもない仕掛けで驚くやついねえからな。この先勇気が必要だ。ありがとう。こんなしょうもない仕掛けで驚いてるようじゃな。DLC 務まんねえから。みんな覚えといて。DLC 務まんねえから。これどっち行くの？あれ？行けなくない？あ、積んだからこれ。え、ちょっと待って、本当に？え？え、あの、チラッと見えてる左下で飛べってこと？かなり無理じゃない？ここか？この辺か？はい、さすが、もう落下神と呼ばれてるだけありますよね。
うん、落下の制御がうまいから。で、こっちでしょ？あっぶねえな、くそったるげうわ夜中にくそったるげってさ、隣の部屋から聞こえてきたら地獄だよね、マジ。もう、行き止まりなんだけど。あれ？これ上戻るんだが？これでさっきの扉のところなのか？ん？進むんか？下降りるんか？よく見ろ。お、ほんとだ。はしごだ。ほんとだ。これは知らなかった。え、これ知らなかった。これで扉開けんのかな？この先敵に注意しろ。あ、そういうことか。センキュー。あーやっぱこれでここの扉なんだ。これ知らなかったな俺多分。これ俺一回も開けたことないかも。で、こうでしょ？いやーこれ乗りづらいな。よし、来たぜ。キノコ。おー、キノコ。まあそんなこったろうと思ったよ。さあ、この先に強敵が出てくるっぽいけど、ここが来ました。こいつうってつけじゃない？ニーヒル、ニーフラ、またはガブンで危なかったー。こんなやつにやられるところだったわ。ニーヒル、ニーフラ、はたまたニーヒル。ちょっと FP がないわ。FP がないわ、うん、FP がないですね。俺もさすがに敵いないっしょ。前を目指せ。ありがとう。すごいね、YNS ね。勇気の時間だ。俺さ、シャドウオブザエルデツリーさ、もちろんみんなより多分進み遅いんですよ。撮りながらやるから。あ、100% を進み遅いから。俺メッセージだけ全クリできんじゃね？メッセージに導かれて全クリできるんじゃない？説ないか。ここか。これと、これ崩れるよね。もうわかっ、あれなんであんなとこにメッセージあんの？ちょっと待って。なんか、え？なんか今メッセージあったな、今。は？どうやって戻んだよ、あれ。後で読みに行くか。次一回でも死んだらそこまでにするからさ。うん。時間がさ、結構経ってるよね、もうね。一発勝負で行くから。一発勝負で行けよ、こんな。まあ一発で行けんべ。こんな敵、ここのボスなんてな。壺もいるし。なんかメッセージあったな、さっきな。こいつがちょっと鬼門ですよね。ダッシュ攻撃からの、ニーフラ、ニーヒル、はたまた、ニーフラ、オッケー。ニーフラあれ ?4 回出なかった ?4 回出ることあるの？多分1回カウントされなかったんでしょうね。待って待って、これ飲んどいて、よくわかんなくなってる。まあ、壺いけ。いいか。ちゃんと引け引け。タゲを引け。ニーフラ、ニーヒル、はたまたニーヒルを決めるから。ニーフラ、ニーヒル、はたまたニーフル。ニーフラ。どっちだっけ？もう忘れした。いけ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 。よし、行くぞ行くぞ。ニーフラ。ニーヒル。はたまたニーフラ。いや、ちょっと、入りすぎじゃんか、これ。すさまじいな、これ、威力。もう DLC もこれあれば勝てそうじゃない、もう。ニーフラ、ニーヒル、はたまたニーフラもう何の苦労もなかったな。あー、来てた。壺と一緒、まん丸です。まあ楽勝でしたね。まずは勇気、ありがとう。そしてこの先へ。さあさあ、この先へ行きます。来た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 。ぬるかちゃん、わかってるよ。おじいちゃんじゃないからさ。ルカちゃん、今日すごいよ、ほんと今日。今日もうちょっとほんと自由にやりすぎだよ。めっちゃ自由にやるやん。勇気ほう勇気。だからこそ勇気万歳。そんなに俺に付随するアイテムなのか、これが。ちょっと上のって開いたな。神狩りの剣。なるほど。これで神を狩れと。おそらく武器。ははははは。さっきのメッセージって読んだらやつか。おそらく渡る場所。この先ジャンプが有効だ。いや、これ違うな。さっきの文章多分もうこれさ、読め。いやいやいや、かすってもね、かすってもねえしよ。
さあ読んどきますか、最後のね。やはり下か下かみたいな。黄金城ご賞なれ勇気、おう勇気、ありがとう。ああ勇気よ、ここだ。ありがとう。な、結構なんかまた新しい人増えた。エルデンリングだと思うだろ。しかしタコ、あ、これ前回のやつだ。前回たこ焼きの話したからね何の道具やねんっていう懐かしい。ありがとうな、みんな。ただこ書くなって場所だからなあ、そういえば俺ここにメッセージ書いたんだったな、自分の。やはり草か、悪評一おい、悪評入れたら誰だ。ちなみになんだけど、悪評入れると俺のメッセージ全部見れなくなるからな、気をつけてくれよ多分ネタで入れた人もいる。いや、わからん、本当に俺のことが嫌いで入れてるかもしれない。その場合、いや、ちょっと、その場合はその場合でしょうがない丸。はい、メッセージ書いてくれてね。おそらく勇気、あ、ゆるキャラくん、ありがとう。しかもレズビア持ちじゃん、前回のね。重ねてくるね。やはり草かあ、クソコさんだ、すげえ。草加さん来てくれたのか。ピキサカさん来てくれたの、嬉しいね。ルカちゃん今日マジで多いよ、本当にやばいよ。ちょっと病気なんじゃないかこれ、ちょっとやばいな今日。草かうちのエルデンリング界グラビアアイドルガゴミ、草加推しのガゴミ、ありがとう。最後に来たな。じゃあ没動画見せるわ。来たよ。おっと、ちょっと待って、え、あ、ちょっと待って、エコーが切れない。え、なんで、もうやばい、ちょっと始まっちゃった、もういいや、このままで。おお、すげえ。うう、なんか出したよ、何何出したの今、そうめんもうエコー、an affair from which gold arose。 やっぱイボの糸じゃない、あれ。